タテンでご飯リベンジしてほしい。あー、リハのね。それもそっか、話してたのか。スタテンでリハした時に、スタテン結構さ、そう、レッスンとかも一緒だったから、結構タイミングあって、終わった後、スタテン、いつもなんかご飯食べに行ったり、父ちゃんのお家行ったり、今回もあるのかなってワクワクしてて、でも当日になっても誰も何にも言わないの。前日か当日になっても食べに行くとかないわけ。あれ？今回はないのかな？あれ？って思って、そしてこんなにワクワクしてんのにあれ？ないのかな？ご飯ありますか？みたいな。ご飯行きますか？みたいな。行こうみたいな。行こう行こうみたいな感じになったのよ。勇気を出して、誘ってみて。いやでもさ、二人はさ、割かし誘い、ふっからだからさ、結構二人とも割かし誘いやすいんだけど、この後ご飯行こうみたいになったんだけど、スイちゃんがまだちょっと、お仕事がまだあって、抜けられなくて。で、私と父ちゃん先終わって、あ、じゃあ、スイちゃん、終わるの待ってるから、って言って、先にじゃあ行ってるね、注文しとくね、って、父ちゃんのおすすめのラーメン屋さんに行って、ラーメン食べたんだよ。結構、まあ、並んで、スイちゃん待ったけど、スイちゃん来なくて、直前まで来ちゃって、どうするみたいになって、とりあえず、食べるかって言って、食べて。だから、父ちゃんと一緒に、二人でラーメン食べて、しーちゃんは来なかった。しーちゃんは来なかった。え、でもね、父ちゃんね、父ちゃんと二人きりになったこと二回？その、ラーメンの時と、あとサイン、一緒に書こうってってなった時あるんだけど、寒くてめちゃめちゃ、夜で、めっちゃ寒くて、私ちょっと薄着になったんだよね。外で並んでたの、すごい並んでて、時間も時間なのにめちゃめちゃ並んでて、めちゃめちゃ寒くて、たっちゃんあったかい格好してて、私、ジャージみたいな。ジャージ一枚みたいな。どうせ中で待つだろうって、ずっと中だろうって思ったから、舐めてた。外でめっちゃ並んで、マジブルブル震えてたら、とわちゃんが、おー、あくわー、寒いのーって言って、めちゃめちゃ風が吹いてたから、風よけにまずなってくれて、寒いのーって言って、とわちゃんがね、私の記憶が、ちょっと前だから、そのラーメン食べたタイミングも、ちょっと前だから、記憶が正しければ、とわちゃんがね、ギュって、寒いの大丈夫ギュッ。おっと。とわちゃん、私のこと好きすぎ？完全にドームシールド展開してるよな。これ。どうも。完全にとわちゃんドームシールド展開してない？あくわ、寒いのーって。手冷たーって言って、ギュッてしてくれたんだが。ラーメン屋の前で。ドームシールド展開じゃない？いや、私の記憶が正しければギュッてしてくれたんだよな。ギュッてしてくれたというか、なんて言ったらいいのかな。肩を寄せて。で、ギュッとしてくれたっていうか、私の記憶が正しければそうだったけど、ちょっとね、ちょっと前だからね、かなり記憶が危ういんだけど、持ってない、いや、私の記憶ね、二択なんだよ。コートを広げて、ギュッてしてくれたか、肩を寄せてギュッてしてくれたか、どっちかなんだよ。で、サスサスサスってしてくれたか、いや、どっちかだったはず。私の記憶が正しければ。いや、二択。だから、マジで、父ちゃんは私のこと好きかもしれん。かなり、好きすぎの可能性がある。てか、好きすぎだな。私のこと好きすぎだな、完全に。絶対 100%。そんなことがありましたね。ジャージなのもやばいよな。そう、ジャージだったんだよ。ダンスレッスンだったかな？リハだったかな？忘れちゃったな。ポッチちゃんじゃん。いや、マジで、ほんとにあの、ピンクではないけど、あんなピンクな感じではないけど、ジャージだったね。二人は、普通に動きやすい格好だった。ダンスレッスンとかさ、ダンスリハとか基本ジャージなんだけどさ、みんななんかさ、二人ともさ、なんかオシャンな感じのさ、ジャージではない、ダンス着みたいな着てた。なんなんあれ？ついちゃんなんか、ズボン、破れとったで、ビリビリに。何そのオシャレなズボンみたいな。何それ？ビリビリ破れとったで。私だけジャージみたいな。しかも上下ね。私ちゃんと上下ジャージだから。当たり前だよ。ネギヨーでダンスレッスンした時もなんか、ネネちゃんがさ、すごいなんか、お腹出したオッシャンなさ、服着ててさ、え？なんだその、それが、ダンス着。みんなオシャレなんだわ。アクタンおへそ出す。やだよ。ぬぬぬになんだもん。やめろよ。言わせんじゃねえよ。出せるもんじゃない。へそ出しは NG なんで。なるべく出したくない。へそとデコはなるべく出したくない。おー、デコなんか出した暁にはもう死ぬ。過去に一回だけ出したことあるけど。世に放ってはいけない。